はい、どうも、こちら。今回またね、ヘビーレイン、心のきしむ時をね、続きからやっていこうかなと思います。前回は、まあ、イーサン編だよな。イーサン編やって、まあ、なんか、第一の試練 第一の試練をやったわけよ。押してるよ。第一の試練を、やったんだよ。まあ、具体的に言えばなんか、カーナビに指示があってさ、なんか車取りに行ってカーナビの指示に従って最終的に高速道路を逆走するっていう、なんかわけわかんないミッションだったんだけど、まあ、そのミッション一応クリアして、なんか次のミッションに行こうみたいな。よく帰ってこれたよなって感じなんだけど、頭パックリいってんだぜ今、イーサン。傷口。あとまだ3つとかあんじゃん。3つ4つあんじゃん。イーサン無理だろう。いけんの？あ、これあれか。全部のさ、前回さ、俺暗号じゃねっつったんだよ。なんか 5PEM みたいなやつ。あれか。全部終わったら文になるんだ。多分。で、このモデル怪しいけどな、屋上にあったもんだって。イーサン。体持たないって。なんでそんな不死身なの？この人あれだからね、頭から車で落ちて、ねえ、あと額パックリいって、肋骨も折ってるだろうって言われてて、歩き出すからね。半端じゃねえわ。人間じゃねえわ、正直。お、FBI 編ですか。ごめんな、これも前回は俺間違ってさ、ボタンを押しちゃって、殺しちゃったんだよな。絶対犯人ではない容疑をかけられてる怪しいやつをね。初めてか。はい。なんだって。人を殺したのは初めてあ、か。これじゃ分岐してんじゃね、これ。初めは誰だって答えるもんだ。そのうち慣れる。なりたくねえわ。攻撃本心。慣れたいとは思わないね。そうだよな、そうだよな。じゃあこれあれか、ちゃんとストーリーの分岐とかああいるつんだ。だ。え、じゃあ俺さ、イーサン前回あれなんだよ、ボタンを押すのミスってさ、車落ちちゃったんだよ。ミロスラフ・コーダだな。ああ、ブレイク警部補だ。聞きたいことがある。自分で警部補って言うんだ。あ？草をぼさっとするな。逃げられるぞ。はい。え、これさ、入力とか見せられなかったらストーリー変わんのかな？おい、危ないって。ミスったし。はい。かっこいい。そんな変わんない気するよ。そんな変わんないよね、今。これでもさ、一応俺難易度下げてんのよ。真ん中にしてんだけどさ、これ難しいとかにしたらあれなのかな。普通ゲームオーバーとかなっちゃうのかな。危ない。これ結構むずいって、これ普通でこれでしょ？あれなのかな、これ。そう、さっきも言ったけど、ゲームオーバーにならないってだけなのかな。誰か捕まえろよ、ここまで来たら。わかるだろ。誰か手伝えよ。何やってんの。やめろ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 。 いやいやいや、ちょ、暴れんな。止めて、誰か。わかるでしょ、そいつ怪しいって。止めてよ。隠れやがったか。え、決意。逃がしてたまるか。絶対に捕まえてやる。かわいい。その醜い顔を見せたらどうだ。デキ。考えそうだ。手の感覚がない。全部見るよ、ちゃんと。ブレイクはどこだ。ブレイクついてきてんのかな。どっちに行った。何も見えない。
え、怖い怖い怖い、ホラーゲームじゃん。視点もよくわかんねえし、なんか何この視点、ちょっと見づらいし、正直。あのカメラ感度変わんないわ、カメラの角度。大体ね、こういう時奥に行ってんのよ、人間ってのは。あー、押したって。あー、いいね、暴力的だね。はい、戦い、はい。結構むずいって、普通に。ブレイク怪しいな、逆に。警部補、警部怪しいぞ、ここまで来ると。逆に警部補犯人じゃないの。いや、押してる。あ、きつ。鈍い、反応が鈍い。はい、気絶しろよ、お前も大概。なんでこれ殴られて気絶しないの。あ、下、あ、来た。今度こそ折り紙殺人鬼を捕まえたみたいだ。だから怪しすぎて違うって、ね、意外と普通っぽい人が犯人なんだって。こういうのって意外とそのサイコパス的なさとこあんじゃん。なんかあからさま柄悪いやつって犯人じゃないじゃん。そういう場合もあるけど。次誰救うの、おっさん。ミスター、ごめんね、うるさくて。起きろよ、お前、早く。目綺麗。あ、いい事務所じゃん。え、いいな。電気つけとるやつ。え、結構いい事務所住んでんじゃん、お前。は？羨ましい。結構稼いでんじゃん、じゃあ。あ、喘息ね。ちゃんと薬やってからね。よしよしよし。横大事だな。よかったよかった。これは？酒か、まさか。かわいい顔。ひふみんに似た何かを感じるな。なんか酒っぽくはねえな。薬かな。酒にしたら楽しんでる感ないもんな、今のな。スッて言ったから。あ、被害者の会かな、これ。どっちだ、犯人像の方かな。何か教えてよ、それ。あ、あ、右側切れた、今。ちょっと待って、右側切れた、今。あ、電気つけるだけかな。そうだよな、開けれたよな。何これ、バッジ。過去の栄光か、これ。なんか昔はさ、なんかあれなのかな、めちゃくちゃ偉い刑事だったみたいな、そういうオチかな。ほんと大事なものが揃ってんな、このタンスじゃねえな、机。ショーン、どの新聞も行方不明のショーン・マーズのことで持ちきりだ。転職、この湿気じゃまともに息ができない。ああ、早く雨が止まないもんかな。本当に影響すんのかな、喘息って。休まないと。うん、殺人が始まってからほとんど寝てない。一回寝てもいいんじゃない、別に。犠牲者の家族全員に会って手に入れたのは携帯と折り紙の入った箱だけ。あ、もう全員会ったの。まだ俺2家族しぐらいしか会ってないけど。 3家族か。何これ、何これ。目星ファイルあった、今。あ、タバタバしてんな。たらふく食ってるこいつ。大丈夫、ほんと喘息。これ座ってもな、何もしねえからな。本当にさ、これ、ね、雨とか影響するのかな。
よくなんか気圧で頭が痛くなるとかさ、どうのこうの言う、あるけどさ、本当になるもんなの？はい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 、はい、シルビーか、名前なんすか。こっちじゃ、あ、こっち寝室だな。ちょ、ごめん、お客さん来ちゃったよ。こっちかな、お客さん。何か思い出したら連絡してって言って。あいつじゃん、初回のやつ。あんま可愛くないんだよな。じゃあ、あんま可愛くないんだよな。あ、でもこの角度はいいな。飲み物は？ええ、水を一杯お願い。水いいの？ちょっと今ちょっと寝室探索しようと思ったのに。水は？これか？え？あー、コップね。コップ取って。いや、水道ないの？南アルプスの天然水。南アルプスの天然水がないの？イロハスとか。ちょっと水道水はやれんわ。すまんね、ちょっと水道水。水って言ったからね。ありがとう。コップでか。まあ話そうじゃねえか。何が分かったの？思い出したことがあって。はい。大したことじゃないけど、ジョニーがいなくなった日の朝に手紙が届いたの。あ、あれだね。手紙？どんな手紙だ？ジョニーの父親宛てだったわ。うん、中身はわからないけど、封筒を開けてすぐに出て行った。父親がみんな出て行ってんな。君はその手紙とジョニーの死が父親の失踪に関連していると思うんだね。手紙について他に何か覚えてる？ええ、なんとなく封筒を取っておいた。あ、みんな子供を追って出て行ってんだ、父親だけが。なんで？なんで母ちゃん、父親だけピンポイントで。カーナビー地区から投函されている。ジョニーがいなくなる前の日だ。犯人からだな。じゃあ普通の手紙だ。住所を除いてはな。なんで？住所？古いタイプライターで売ってある。手がかりになるかもな。おお、ありがとう。ありがとう、ちゃんと言おうよ。何か分かったら知らせ。待って、あなたが犯人を探してる間ただ座って待ってるなんてできないわ。なんか協力してくれんの？あなたが来てからずっと考えてたの。うん、私も連れてって調査を手伝うわ。なんかできんの？お前問題外。すまないが、それは問題外だ。ごめん、きっぱりと。手伝わせてくれないなら封筒はあげないわ。何もめんどくせえな、ババア。ババアめんどくせえな。無意味。君に手伝えることはない。ちょっとお腹鳴ってるかも。入ってるかもしれない。ごめんね。どれだけ手がかりがあるの、シェルビーさん。この封筒が唯一の手がかりかもしれないのよ。そんなに自信満々に言えるな、てめえ。分かった、時間を取らせてしまってごめんなさい、シェルビーさん。待った。優しいから、シェルビーさん。君は大した人だな、ローレン。認めるよ。ただの母親よ。息子を殺した男を見つけたい、ただそれだけ。いい母親じゃん。じゃあパートナーね。パートナーだ。優しいね、シェルビーさんは。こんなわがままなママだけに。ああ、シェルビーさん続くんだ。あ、住所に行くのかな。手紙から、手紙があった。行きましょう。何さんでしたっけ。あ、え、豪邸じゃん。君は車に残っていろ。私たちはパートナーでしょ、一緒に行くわ。何こいつ、名前なんだっけ、もう覚えてねえわ。え、入っていいの？音楽おしゃれだな。ここに何しに来たの？ゴーディ・クレーマーに会いに。クレイマー？あのクレイマー建設の社長の？その息子だ。その人が折り紙殺人鬼なの？攻めすぎ、攻めすぎ。とりあえずはいくつか聞きたいことがあるだけだ。ガード、ガードだらけだ。ゴーディはちょっと神経質すぎるな。
カズ出そうや。連れてくるんじゃなかった。ローレンか。パートナーってからじゃないのに。不動を手に入れるためとはいえ、セキュリティをつけてるってことは、どうやらパーティーは行われてるようだな。行くぞローレン。シルビア入ります。あー、セクシーな人がいる。ちゃんとね、レディ入れてね。勝手に行くなって。おい、まるでお城ね。かなりのお金持ちね。このインテリアいくらするのかしら。見ていいよ、こっち。せっかく来たんだもん。長くなりそう。ここなんだか落ち着かないわ。めっちゃ男女いいじゃん。戻るまでここで待ってて。あ、ちょっとお姉さん、お姉さんどうすか。お姉さん、何この空間。これあれかな、お姉さんたちはあれなのかな、その社長にパーティーにさ、なんて言うんだろう、そのパーティーを盛り上げるための人として入れられたのかな、それともちゃんと参加者なのかな、わかんねえな。ちょっと露出激しくなって、しかもみんな同じ格好だし。でさ、おいおい、やめろやめろ、おいおいおい、何やってんの君ら、すねすぎだね、ちょっと。あー、いけた。トイレっぽ。いや、ストレートだな、トイレ。おい、シルビーさん、トイレ来たかった。よかった、いけて。わかんないからね、このゲーム、トイレ行きたいかどうか。どう、いい顔してる。人に会うからね、今からね。偉い人に鼻毛チェックしないと。鼻毛どうした、変わらなくていい。行こうか。じゃあ手洗ってね。そこ手洗ってなかった。危ない危ない。な、何これ、何の、何この、何を目的なパーティー。あ、こんにちは。いやー、いいパーティーだな。あー、こいつか。いやー初めてかい。酔いすぎ。まあこれから仲良く頼むよ。おー、あんたいいやつだな。人付き合いうめえな、やっぱシルビーさん。今日からあんたはうめえわ。この仕事の特典ってとこか。新しい友達獲得だ。いや、もううめえわ。なんかもう人付き合いうま、シルビーさん。全員にこんにちは言おうぜ。こんにちは。あ、あぽいぽいぽい。あ、違う、あれか。ウイスキーストレート氷なし。酒作る人がスタッフね、スタッフ。気付けろよお前、アルコール。ああ行くね。はい、びっくりしてたもん、スタッフも。もう飲むんかい。いるんだよ、ここ座れんの。じゃあ、なんかやってるわ。あんた、俺には売ってくれ。何よ。俺が売人に見えるか。とっとと失せろ。おお、いいね。うめえな。人付き合いってか、関わり方がうめえ。この切り替えよね、やっぱ強く言うとか強く言うって、この尊敬するわ、シルビーさん。ちょっとイチャイチャせんといてや、ちょっと。まあそういう場だからいいけど、なんか公共の場ってわけでもないしな。ん？プール入る？あ、やだ、プール入りたくない。何これ。なんでガードマンが見てるところをさ、歩かないかんの、雨の中。おい、そう、ダンスダンスお兄さん、ダンスダンスお姉さんに会いに行こうぜ。視点が、あ、ダンスお姉さん。お姉さん、チャンネルクスティックが難しくてすぐ行けない、そっち。お姉さん。お姉さん、好きよ、お姉さん。大好き、お姉さん。お姉さん、なんか格好一緒だから、この格好してるやつはスタッフなのかな。
ボディ。いやー、ロディを探してるんだが、見かけた？かなり前に見たわよ。でも会えたらラッキーよ。下にはあまり痛がらないから。そうか。じゃあなんでパーティーを？彼に直接聞けば。何このリズム、大丈夫？頭大丈夫ってこと？この先聞けるな。な、じゃあ範囲狭。大丈夫？ああ、あいつか。ここは好きになれないわ。何かわかった？早く出たい。あ、なんかこういう感じの人。ゴーディになかなか会えない。もう一度行ってくる。待ってて。意外と慣れてないんだ。ちょっと可愛いな。ちょっと可愛く見てきたの。ちょっと可愛く見てきたな。よくお前そこ座ったな。明らかに座りづらいだろ、そこ。横イチャイチャしてんのに。なんでそこ座ったの逆に。失礼。ローディを探してるんだな。ちょっと前に上に行ったわよ。うん。もう下には降りてこないんじゃない？で、俺も上行きたい。高見へ登りだ、高見へ。すまん、通してくれ。私は私立探偵だ。ゴーディ・クレイマンと話がしたい。お願いします。ゴーディは誰にも会わない。は？てめえ、おい、頼むよ。とにかくスコット・シェルビーが話したがってると伝えてくれ。いいね。イライラするやつだが、俺が切れる前に失せろ。おお、かっけえな、ハゲの人。頼むよ。ゴーディ・クレイマンに会いたきゃ他の方法を考えないとダメか。陽動やつらを階段から遠ざからせよう。俺がすり抜けるのに十分な間。ああ、なんかバシャーンってやるか、シャーンって言って追い払う。金貨でも売ってみるか。面白そうだな。いいアイデアじゃないな。ちょっと揉めるよな。体格のいい仲間がそこら中にいる。確かに確かに。ローレン、行き詰まりか。ローレンのアイデアにかけてみるか。ああ、ローレンに聞いてね。コーディ、はい、ゴーディを探す。ごめんごめんごめんって、お前の考えは。シラフや女に手を出してない奴が見つけられたら奇跡だな。苦労しそうだ。ゴーディ、ゴーディに会えた。ゴーディじゃ、なんだっけお前。2階にいるんだが、2匹のゴリラが階段を塞いでいてね。私が何とかしようか。お、まさか。まあ一応そういう職業だもんな、お前も。どうするんだ、ハイヒールでノックアウトか。色気で行く、色気で。私に任せて。奴らが離れたらすぐに上に上がれるよう準備して。まあそういう職業だからな、色気はあるかもしんねえ。待て、ローレン。お、いやいや、詰め方。大丈夫か、結構冷たい目見られてるぞ。結構、あ、でも、ちょろいちょろいちょろいな。踊りましょって踊りましょって。うまっ。うまっ。え、うまっ。はっ、ごめんなさい、ちょっと大丈夫か、この女酔っ払ってんのかな。大丈夫か、この女大丈夫かな。大丈夫ですか。大丈夫。おい、起きろ。ね。でもこの女いないと意味なくない？話できなくない？女が用事あるんでしょ、だって。ゴーディさん。こいつをつまみ出そう。いや、今の時間でダメだよな。道見てちゃダメだよな。行き止まりだ。やべ。こんにちは。いないな、でも。こいつをさ、え、でも、あの女が。え、このでもメインフロアっぽいよね、多分ね。行く場所。あ、そうじゃねえじゃん。一旦ね。あ、違うか、普通に行き止まりだな。忍び込むか、じゃあ行こうぜ。明らかにボスがいそうな扉。あれ、こっちもある扉。
あれ？あ、違うな。すまんな、なんだっけ、シルビー俺か。なんだっけあいつ。わかんねえけど、あいつすまんな。いや、むっつりだな。むっつりいるな。女二人はべらせてからに。おいおい、すまんね、ちょっと。見ていいかい、ジャグジーかい。ごめんね、なんかちょっとあさっちゃって。失礼するようなもん。一応でもさ、パーティーに招待されたってことはさ、一応知り合いなんじゃないの。ちょっと切り悪いな。やべえ、どうしよう。ちょっと長めにやるか、今日。何やってんの、クレーマーさん。今いいところなんだ。どこが。私はスコット・シェルビー、私立探偵です。折り紙殺人鬼の事件を調査しています。あなたにいくつか質問が。お目つき変わんないね、別に。何が面白い。ジョセフ・ブラウンに何が起こったのかお聞かせ願いたい。うせろ、聞こえたか。とっとと出てけ。ブチ切れたやん、急に。え、そっちが何が知りたい。そっちが出ていくの。ジョセフがあなたのリムジンに乗ったという目撃情報がある、うん、その後あの子は失踪した。あなたはすでに逮捕され尋問を受けたが、父親の圧力で事件はお見合い入りだ。あなたの言い分を聞かせてもらいたい。失踪した子を乗せたって噂あんの。あのガキは迷子だった。家まで送ってやろうとしただけだ。警察が来たからちゃんと説明して誤解を解き釈放された。それだけだ。騒ぎ立てるようなことじゃない。違うか。疑ってみよう。いいか、おい、あんたの話はまるで信用できない。ちょっと頭悪いな、この詰め方。口から出まかせだ。本当の話をしろ。ちょっとよくなかったな。一旦座ってもいい？俺も足腰疲れてきたわ。いいだろう。俺が折り紙殺人鬼だ。え？俺が犠牲者を車に乗せ雨水で溺れさせた。え？それから手に折り紙を持たせ胸に蘭を乗せて。いや絶対違うわ。なんか待って、みんなが分かってる情報言ってるだけじゃん。なんでそんなことしたかって。退屈だったんだよ、シェルビーさん。クリエイティブで楽しい暇つぶしだろ。いや、本物か。これで十分だろ。まだ不満か。インタビューは終わりだ。おい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 、いや、来るぞ、ボタン押し。え、ガチでこいつなの、犯人。ガチでこいつ犯人なの。でもちょっと猟奇的なとこあるよね、なんか楽しんでるし。いや、負けないよ。結構緩やかだな、今回。そんな難しくねえぞ。あ、でも笑ってるわ。ちょっと最高っぽさあるな。本物か？本物、お前がマジか？こんなところで犯人分かっていいの？もしかしてあんま長くないのか？ゲームとして。俺の親父は知ってるだろ。あの人が指を一本上げればお前の命はおしまいだ。くそ、二世が。恐れるべきなのはお前だ。俺じゃん。二世不正が。不正じゃないな、二世だな、ちゃんと。坊ちゃんとして生まれやがっててめえ。
え、本当にこいつ犯人なの？もう犯人分かっちゃっていいの？割とまだゲーム始めて10時間経ってないんじゃないか。あ、結構短いのかな、ヘビーレインってゲームは。いや、真犯人いると思うけどな。まあいいや、今回一旦切ろうか。じゃあ、あざした。